現在、宮古島付近の海域に中国海軍艦が常駐しているのが現状です。今回、中国空母が再び動きし、どんな動きを見せるのか、詳しく見ていきます。遼寧、山東空母では、米、原子力空母の前では、性能差がありすぎるし、日本近海では、海上自衛隊に監視されるし、いいところは、今のところないですね。気がかりは尖閣でしょう。2021年4月に、アメリカ海軍と中国海軍の空母打撃群が、南シナ海で、同時期に軍事演習を実施するという前代未聞の事態が発生し、軍事的緊張が高まっている。近年、アメリカと中国の間では、台湾問題や南シナ海への中国の海洋進出問題をめぐって、双方の軍事活動が活発で、緊張が高まっていた中での、この事態に、軍事衝突を懸念する声が上がっている。中国艦隊は、2021年4月3日に、南西諸島の宮古海峡を通過して、太平洋に向けて航行しているのを、海上自衛隊の護衛艦、鈴月と第1航空軍の P1 哨戒機と、第5航空軍の P3C 哨戒機が確認、追跡を実施した。中国艦隊は、空母、遼寧以下、最新鋭のミサイル駆逐艦、005型南南ちゃん級、1隻に、052C型ラン周級駆逐艦3隻、054型ジャンカイ型ミサイルフリゲート1隻、901型冬級高速戦闘支援艦1隻の計7隻で編成されていて、アメリカ海軍における空母打撃群と同様の編成であった。なお、中国海軍最新鋭とされる005型南ちゃん級ミサイル駆逐艦は、中国海軍が駆逐艦としていることから、自衛隊においても駆逐艦として公表されているが、アメリカ国防省や国際戦略研究所などでは、1万トンを超える排水量などから、連配級ミサイル巡洋艦と位置づけている。この中国空母打撃群は、フィリピン海や台湾周辺で、長期間にわたって訓練を実施した後、4月26日に、再び宮古海峡を北上して、東シナ海方面に航行しており、この際には、海上自衛隊護衛艦、朝日と、第5航空軍所属の P3C 哨戒機が、情報収集と警戒監視を実施した。一方のアメリカ空母打撃群は、太平洋艦隊所属の空母、セオドア・ルーズベルトを中心とする第9空母打撃群で、4月4日に南シナ海に入って、6日から7日にかけて、マレーシア空軍との合同訓練を実施、9日には、強襲揚陸艦、マキンアイランドと合流して、軍事演習を展開した。この、セオドア・ルーズベルトを有する第9空母打撃群は、当時、中国が、フィリピン領パラワン島沖に、海上民兵を乗せた漁船を多数集結させていた活動を牽制する目的で、横須賀で整備中であった第7艦隊の空母、ロナルド・レーガンに代わって派遣されたものとみられ、偶然にも遼寧艦隊を牽制するかのような形となっていた。あるいは、第9空母打撃群の南シナ海における演習を察知した中国海軍が、それを牽制する意味で、遼寧、艦隊をフィリピン海に進出させたのではないかとの見方もある。なお、4月4日に遼寧、艦隊を監視するアメリカ海軍のアーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦、マスティンと、海上自衛隊護衛艦の映像をアメリカ海軍が公開したことを受けて、第9空母打撃群が遼寧、艦隊を追跡しているとの記事が出ていたようであるが、マスティンは、横須賀の第7艦隊の所属で、第9空母打撃群とは別行動であったため、両国の空母打撃群が接触することはなかった。中国海軍は、遼寧が就役して以来、アメリカ海軍と同様の空母打撃群を編成して、外洋での訓練や演習を継続実施しており、近海防衛専門から、
外洋遠征が可能となりつつあることをアピールしている。しかし遼寧は練習空母扱いであり、艦載機として運用している時 A15 は第5世代に属しているとされてはいるが、事故が多いなどの問題を抱えていて、アメリカ海軍の FA10 は、スーパーホーネットに対抗しうる存在ではないため、空母打撃群同士の戦闘では、戦力的にはもちろん、運用実績の点からも、アメリカが圧倒的であるとの評価が一般的だ。ただし、東シナ海、南シナ海、フィリピン海などの海域は中国本土の沿岸に多数配備されている準中距離弾道ミサイル MRBM、トンプー21、ディフェンダー21、いわゆる空母キラーの射程内であるため、もし空母打撃群同士の戦闘が始まれば、中国艦隊への強力な援護となる。トンプー21は、固定されたミサイルサイロからの発射だけでなく、車両搭載型も配備されていて、その所在のすべてをアメリカ軍が把握できないため、たとえ複数の空母打撃群を投入しても、かなり苦戦するであろうことが予想されている。なお、中国海軍では、国産空母として3トンが就役していて、カタパルト装備が予想される8万5千トン級の003型が建造中であり、さらに4隻以降は原子力空母になるとの噂もあり、それらがすべて就役する頃には太平洋の外洋においてアメリカ海軍と互角に戦える海軍に成長する可能性が高い。ただ現状において中国海軍はまだアメリカ海軍の敵ではないことは事実であり、中国はまだしばらくはアメリカとの直接対決は避けるだろうと見られている。それらのことから、中国は、この先、近年、アメリカとの国交が薄くなっているフィリピンや、ベトナムなどを狙うのではないかと危惧が出ているが、それについては、懐疑的な意見が多い。確かに、中国とフィリピンは、南シナ海のスプラトリー諸島をめぐって争っているが、フィリピンのドゥテルテ大統領はリアリストであり、スプラトリー諸島の領有権は主張しながらも、中国とは交渉しながら、経済的にはつながりを保つであろうとされている。また、中国としても、いくら軍事力が貧弱とはいえ、フィリピンと事を構えるとなれば、相応の出血を強いられることになるばかりか、ウイグル自治区の人権問題などで国際的に高まっている批判をさらに高めるデメリットが大きすぎるため、フィリピンに対しては外交圧力をかけながら交渉するであろうと思われる。また、ベトナムもしかりで、かつて中越戦争を起こした時とは背景が全く異なっており、アメリカやその同盟国との関係を深めつつあるベトナムに対して軍事行動を起こすメリットはない。中国としてはこの先アメリカ太平洋艦隊と互角に戦える戦力を整えるまでは南シナ海の実効支配をさらに強めて領海化を進め九段線を確定し、すり寄ってくる韓国を事実上の属国とした上でアメリカを牽制しながら台湾を完全に併合するのではないだろうか。そして、この時点において、東シナ海の領海化を狙って、尖閣諸島を実効支配するための軍事行動を起こすことは十分想定され、それを防ぐためには、南西諸島への長射程地対艦ミサイルの配備を急ぎ、出雲型護衛艦の空母化、さらには、尖閣諸島への陸上部隊やミサイル部隊配備を急ぐべきである。中国が尖閣諸島を虎視眈々と狙っているのは、海峡局の公船を連続して貼り付けていることから、間違いはなく、もう間近に迫っており、陸上部隊配備は中国を刺激するなどと、悠長なことを言っている場合ではないのだ。その上で、アメリカとの連携を今まで以上に強化して、
中国に隙を与えず、尖閣諸島、南西諸島を自衛隊単独でも守りきれるように、今後10年以内に必要十分な戦力を整えておくべきであろう。